こんばんは、速稼塾の久保です。昨夜はね、浩二さん、焼肉合宿じゃないや、なんだっけ、オンライン焼肉ですね、お越しいただきましてありがとうございます。非常にいい時間が過ごせたなと思うところに、ちょっと浩二さんね、お顔が見えなくて、ちょっと悔しい思いをされたかもしれませんけども、まあ声のご出演とかね、あ、浩二さんがいるんだなという雰囲気で楽しめたのは本当に貴重な時間だったと思います。もちろんご参加いただいた皆様、そして今日 YouTube をご覧になった方ね、そういった方にも少しでもね、こういった楽しい雰囲気を味わっていただければなと思いますけども、いかがだったでしょうかね。まあ案外私の感想としては、オンライン焼肉っていうのを思いついてやってみましたけども、結構ね、なんかいけるなと思いましたね。ミスター M さんとかもね、最後まで食べていたみたいな。で、あれ収録が終わった後、ズームが終わった後、さらに食べていたそうでね、動画送られてきましたけども、もうご覧になりましたかね。ということでね、昨日のお礼を申し上げたのと、また、焼肉会、まあ、じゃなくても、まあ、本当オンライン飲み会でもね、構いませんしね、オンライントークでも雑談でもいいんで、なんかいろいろとやっていきたいなと思っております。そしてね、コウジさん、奥さん、本当に最初はちょっと抵抗があったかもしれませんけども、その辺ね、コウジさんの楽しんでらっしゃる姿を見て、きっとなんか心が解けたんじゃないかなと思いますし、まあ、奥さんもね、私のチャンネル登録してくださって本当に恐縮の至りでございます。奥さん見てくれてます、ありがとうございます。これからもね、いろんなメッセージ、励まし、癒し、なんだろうな、勇気づけ、なんかね、この世の中にできていければなと思っております。コウジさんにも非常に助けられております。本当に感謝ばかりでございますね。で、野崎誠さんなんですけども、まあよろしくお伝えください。合宿が開催された暁にはぜひいらしていただきたいと思いますし、西赤ラソンにはですね、一回ね、ナイト2000のお披露目イベントで行ったんですよ。非常に皆さん温かく迎えてくださって、本当に素晴らしい一日を過ごさせてもらいました。鳥取の方からもね、塾生さんが、速稼塾の塾生さんいらっしゃって、で楽しめたわけなんですけども、いや、やっぱり西赤ラソンって移住にすごく向いてると思いますよ。私もね、いろいろと物件探してるんですけども、賃貸の出物が極端に少ないのと、まあ、売り物件もね、なんかなくって、もしかしたら出したらすぐ売れちゃうのか、それとも住み心地がいいんで出ていく人があんまりいないのか、ちょっと分かりませんけども、ここからね、いろいろとインターネットで今検索できますので、まあ、西赤ラソン中心にいろんなところにね、私も住まいを持ちたいというか、気軽に行けるようなね、例えば家賃2万3万だったらもう契約しちゃってもいいかなと思うんですよ、賃貸とかでね。そうするとたまに行った時にそこが使えるみたいな。まあでもさすがに年に1回ぐらいしか行かないんだったらちょっと高いですよね。まあなんかいろいろ考えながら探してるところですね。まあ少なくとも西赤ラソンの合宿はやりましょうね。合宿で今度こそオフライン焼肉とかね、あそこだったら季節が良かったらバーベキューとかできると思いますので、屋外でしっかりとね、みんなで歌ったり食べたり飲んだりできるんじゃないかなと思います。西赤ラソン本当にとってもいいところなんで、浩二さんがお住まいになるようでしたらね、本当に その件でも伺いたいと思います。まあ何にしてもね、これから今日から YouTube の講義の方しばらく送っていきますので、参考にしていただきたいのと、今日実はね、私の塾生さんでジーコっていうスポーツマンがいらっしゃるんですけども、彼がね、私自分のコミュニティに私の YouTube 講座を持っていきたいっていうことなんで、そこらでもね、そこでも Zoom のライブをする予定なんですよ。まあ、よろしかったらそちらの方も気にしていただければと思います。1時間ぐらいで3月のね、なんか下旬、中頃から下旬、19とか20とかあの辺にやるようにはなりそうです。これはね、また速稼塾の方でもコマーシャルさせていただきますけどね、まあ、できれば YouTube が集客の媒体になったりとか、 YouTube が売り上げとか利益になればというふうに思ってますし、実際私も YouTube をね、まあ、1万本以上アップロードして、結構なまとまった金額で、作れるもんだなと。そのすごいですよ、 YouTube っていうのは。いろんな出会いをくださいますし、いろんなチャンスをくれますし、いろんな癒しをくれますね。で、中にはね、やっぱりちょっと変築なコメントも来るんですけども、それも込みで YouTube の、まあ、良さかなと思います。やっぱりね、自分の表現に対して反応が来るわけですから、嫌なコメントっていうのも、まあ、自分の発信が呼び寄せてるっていうふうに顧みることによってね、どんどん自分のことを見直していけるんじゃないかなと思いますね。あ、今日ね、ちなみに、ね、新しい T シャツ着てみたんですよ、長袖。今日から着始めたんですよ。なんか柔らかくて着やすいですね、これね。ありがとうございます。それではまた会いましょう。失礼します。